坂本とさ、めっちゃいる時間あるからさ、坂本がコンコヨって呼ぶからさ、なんか映ってきてだんだんコンコヨって、呼んでるけど、許してほしいな。そう、コンコヨって呼びやすいんだよね。よくない？そう。多分さ、それで言うとさ、いろはちゃんって呼んでくれる先輩もいるしさ、風間ちゃんって呼んでくれる先輩もいるしさ、なんかござるって呼んでくれる先輩もいるんだけど、そう。呼びやすいように呼ばれるのが風間一番好きだからな。なんかの切り抜きでペコラ先輩がめっちゃなんかござるござる言ってんの見たんだよな、カドナの。あれだ、グッズかなんかのあのファンの方々のね、みんなの部屋を見るみたいな配信で、ござるめっちゃ言ってんの見て、ござるござるござるサンドスだ、サンドスだ。あれ嬉しかったな、普通に嬉しかった。ござる呼び、気楽に呼んでもらえているかも、嬉しいね。なんか雑に扱われると安心するよね。どういうあれなんだって思うかもしれないでござるが、そう、雑に扱われると安心する。なんか最近そのほろめんの先輩たちと風間もなんかやっと遊ぶというか、なんて言うんだろう、時間ができてきて、できるようになってきたんだけど、先輩たちと話す機会が増えて、配信とかでもね、ござるって呼んでもらったりしてね、嬉しいよね。